前に会ったことがあるとか、誰かに似てるとか、誰かであってまだ誰でもない女性像っていうものを描いてます。描くのはきらびやかな表情の奥に隠された感情。ブレイクベイ、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。今回の次世代芸術家は日本画家下十七海。小さい頃から絵を描いている時が一番幸せ。そんな彼女が大学在学中に見つけた被写体が巨像の裏側。インターネットとか SNS とかで綺麗な一面っていうのは、自分はこういう風ですっていうのは表現みんなはできるんですけど、その表面の裏にこう自信のなさだったりとか、認めてもらいたいっていう承認欲求だったりとかがいろいろ混ざり合って生きていってる人たちで、まあ、その一瞬一瞬の感情だったり表情を見せていけたらなと思ってます。描くのは戸惑い、寂しさ、葛藤の感情。時間を一緒に過ごしていく中で、まあ、いろんなことを経験して挫折とかも繰り返してるし、まあ、それでもなんとか前に進もうとしてる、まあ、そういう姿が一番美しいなと思って描かせてもらいました。誰かであって誰でもない女性たち、SNS に管理された彼女たちの美しさはまるで観葉植物。観葉植物っていうのは人が見るために楽しむために植木鉢に入れられて美しく見えるように管理されてる、まあ、その中ですごく強くきらびやかに生きてるっていう面も、その私が描きたい今の女性像にすごく共通しているなと思って。女性の葛藤は美しい。その瞬間を描く下十七海のブレイク前夜。ツイッターとかインスタグラムとか、こう生きるのが正解とか感じてしまう場面が、まあ、自分自身もすごく多くて、そうじゃない、例えば悩んでる時間も、あなたは絶対に美しいし、それを忘れないでほしいなっていうふうに思ってます。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週はコラージュアーティスト、ファニードレスアップラボのブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。